今回、紹介しましたのは、こちらの、五十嵐美樹夫さんの愛という作品ですね。こちらの五十嵐美樹夫さんという方は、まあ、漫画家の方でして、で今回紹介させていただいたこちらの作品も、まあ、漫画なんですね。でこの五十嵐美樹夫さんという方は、まあ、非常に深いこう哲学的な考えや思考を持たれている方でして、でこちらの愛という作品も、まあ、その五十嵐さんの性格が非常に深く表れている、そういう作品だなと私は思っています。でこちらの作品はですね、まず主人公が狩野正彦という、一人の少年なんですが、まあ、医者の家に生まれた少年で、非常に裕福な暮らしをしてたんですね。周囲には友達もいて、彼自身もいい生活をしてとても幸せそうなんですが、たった一つ彼にはもうものすごく深い悩みがあったんです。それが先ほどの映像の中でも出てきました、まあ、自分はなんて生きているんだろうという、その疑問ですね。この疑問に彼は苦しみ続けていたんですね。この疑問があるがゆえに、彼は家族といても一緒にいる気がしないと、みんなバラバラにいるように思える、そういう感覚に常に苦しんでたんです。そんな中で一人の少年と出会うんですね。その少年がイサオという少年でして、まあ、このイサオは、まあ、非常に不思議な少年で、このイサオと一緒にいる中で、この正彦も、まあ、数多くの、まあ、不思議な体験をしていくんです。その中で正彦は、まあ、イサオにこう言われるんですね。後ろが真っ暗だと、見ればそうなると。先ほどの映像の中で出てきた言葉なんですが、まあ、先ほどの映像の中で出てきた言葉は、すべてこの作中で言われているセリフの引用なんですね。もう自分の見えないところは真っ暗だと。でもそれは見ることによってはっきりする。自分の未来もこの世界も見ることによってしかはっきりしないと。正彦はこの自分が生きている理由や生きる目的など、そういったことに対してはっきりとした答えは結局見出せないんですね。ただ自分がこの暗いところを見てはっきりさせていかなきゃいけない。そうしなければ何もはっきりしないと。そのことを悟って自分の人生をまっすぐ見る方へ生きていくという、そういうある種の青春群像のような、そういう一面も持った作品ですね。まあ非常に内容が哲学的なのと、まあ、あとちょっと絵面が個性的なので、まあ、ちょっと好き嫌いは分かれるとは思うんですが、まあ、興味ありましたら一読してみてはどうかなと思います。では以上、感想でした。